誰だ、知らない番号だな。はい、もしもし。赤澤か。はい、そうですが、誰ですか。貴様、調子こいてんじゃねえよ。は？誰だよお前。そんな偉そうな口聞いていいのか。いいか、次平本に関係する SNS を発信したらどうなっても知らねえからな。なんだよ。まあよく考えて投稿しろよ。今、格闘技団体ライジンがドーピング問題で揺れています。今回は平本蓮ステロイド使用を暴露した赤澤幸典の正体が衝撃的だった、脅迫や狙われている衝撃の現在についてお送りします。2024年7月28日に埼玉で行われた興行のメインイベント、平本蓮選手が朝倉未来選手をワンラウンド TKO で下しました。勝者平本蓮、よっしゃ。しかし8月下旬にドーピングについて平本選手が語った電話の音声記録のデータがネット上に流出し大騒ぎになっています。そのような中、平本選手のドーピング使用について衝撃の暴露をした格闘家の赤澤幸典選手とは一体どういった人物なのでしょうか。俺が最強だ、うわ。赤澤幸典選手は1992年北海道出身の32歳。これまでディープなどを主戦場に12戦6勝6敗の総合格闘家です。2012年10月27日に総合格闘家としてデビューし、その年にはカナダのモントリオールに格闘技を学ぶために留学したそうです。へえ、ノリ、お前もやれよ。え、これステロイド？ドーピングじゃ。何言ってんだ、この国で当たり前だよ。お前にも一つやるよ。ありがとう。こうしてカナダでの修行時代、赤澤選手の周りの選手たちはサプリメントのような感覚でステロイドを摂取していたようです。こんな注射本当に打って大丈夫なのか。ノリ、何をビビってるんだよ。いいから一回やってみろよ。ああ。こうしてステロイドを打った赤澤選手はその絶大な効果について実感したようです。この前打ったステロイドすごいな。へへ、そうだろ。ステロイドはトレーニングの効果を最大化できるんだよ。動体視力にも影響するんだぜ。何より男性ホルモンのおかげでメンタルがめちゃくちゃ強くなるんだよ。本当だ、全く恐怖心がない。あんまりやりすぎちゃダメだぜ。このようにカナダでドーピングが常習化していた赤澤選手は罪の意識など全く感じないようになっていきました。さあ、今日もステロイド打つか。こうしてカナダで修行を積み、鋼のような肉体を手に入れました。約10年間の修行を経て2021年に日本に帰国することにしたようです。よし、カナダの修行を生かしてジムの経営に携わろう。こうして帰国してから千葉県にトライスタージム日本館を設立し、ジムの代表に就任しました。1212、よし、もっと気合入れていくぞ。このようにトレーニングしながらジムの経営にも奮闘していたようですが、ジム代表といってもオーナーは別にいるようで、あくまで雇われ代表でもあったようです。今月も赤字だ、困ったな。赤澤はまた KO で勝ったな。さすがメガトン級なだけあって迫力ある試合でしたね。でも赤澤のあの体と動き、どう見ても怪しいよな。そうですね、あいつの筋肉は普通のトレーニングではできない筋肉ですよ。不自然ですもん。あいつ海外から帰ってきてドーピングが当たり前になってるんじゃない。そうですね、赤澤がドーピングをしていると言っても誰も驚きませんよ。このように格闘家として勝利することもありましたが、不自然なほど大きい体と動きに関係者の間では赤澤選手がドーピングを行っているのは周知の事実だったようです。そうした中で平本蓮選手と出会い、練習を共にするような仲になっていったようです。行け平本。こうして2022年7月に平本選手が MMA で初勝利を収めた試合で、赤澤選手が平本選手のセコンドを務めるなど深い絆で結ばれていました。2024年7月に決定したライジン史上最大規模の大会でメインイベントとなる平本蓮選手と朝倉未来選手の対戦に日本中が注目しました。
赤澤さん、朝倉戦の重圧半端ないですよ。試合前に潰れそうですよ。なんかいい方法ないですかね。日本中が注目しているからな。こうして赤澤選手は朝倉選手との対戦を控えた平本選手に相当な重圧がかかっていることを感じ取ったようです。平本、朝倉と戦うって大変なことだからな。重圧がかかるのも無理はないよな。俺があいつにしてやれること何かないかな。それにこれだけ注目されている試合に俺が何か手助けできれば、俺もちょっとは有名になれるかもしれない。このように若澤選手は大柄な体格ですが、性格はとても優しく、人柄がいいと評判でした。またかなりミーハーなところがあるようで、有名人とは積極的に関わりを持ちたがる性格のようです。うちの代表さ、格闘家のくせにちょっと優しすぎるんだよな。確かに、あの顔と体からは想像できないよな。俺キレてるの見たことないわ。確かに、俺も見たことない。性格的には絶対格闘家向きじゃねえよな。だな。このように赤澤選手は静かに怒りを溜め込むタイプで、めったに人にキレたり感情的になることもなかったようです。そのような性格から、重圧がかかった平本選手に対し、勝たせてあげたいとの思いが先立ち、ドーピングを進めたようです。なんかいい方法ないっすかね。いい方法教えてやろうか。ステロイドっすか。そうそう、いいのがあるんだよ。検査があるんで絶対に引っかからないやつをお願いしますよ。このように試合の重圧に悩んでいた平本選手に対し、赤澤選手はステロイドを勧め、品を渡したようです。やべえな、本当に渡しちゃったよ。万が一これがバレたらただじゃ済まないな。こうして平本選手は赤澤選手が勧めたドーピングを摂取した疑いが持たれています。試合が終わりました。今回の試合に負けたら引退と言ってきたので、格闘技を引退しようと思います。皆さん、これまでの応援ありがとうございました。このように朝倉選手は引退を宣言。ファンからも多くの悲しみの声が上がりました。はあ、レンが勝ってよかったけど、改めて考えると大変なことになっちまったな。朝倉本当に引退するって言ってるよ。俺にも責任があるよな。なんてことをしてしまったんだ。こうして赤澤選手は優しい性格である一方、メンタルが弱かったようで、何かあるとすぐに落ち込んでいたようです。というわけで、俺耐えれなくて、俺が平本にドーピングを勧めたことは事実です。平本も不正してでも朝倉に勝ちたいって。あいつ勝負のためには手段を選ばないところがあるじゃないですか。それで俺も加担してしまったんです。あ、なんだよそれ。すいません、僕は平本にドーピングを勧めたんですが、試合が終わってから朝倉が落ち込んでる姿とかファンのコメントを見るたびに、自分がやったことの重大さに気づいてきて、飯も食えなくなってきて。朝倉も引退するって言ってますし、日本格闘技界の大きな宝物を奪ってしまったという気持ちが日に日に強くなってきたんです。なるほど、お前本当にメンタル弱いな。すいません。もしそれが本当なら、今からでも正直に話すしかないな。お前黙ってられないだろ。そうなんです。こうして赤澤選手は平本選手に対してドーピングを勧めたことが苦しく、告発を決意しました。そして平本選手との通話音声を録音し、平本選手と赤澤選手の共通の友人 A 氏に提出しました。はい、これ音声データ、これをお前に託すよ。大変なものを持ってきたな。怖くて俺一人で持ってられないんだ。なかったよ。でもこのデータが公開されたらお前もただじゃ済まないぞ。そうだな、それは困るな。悪いんだけど、俺の声のところだけ加工してくれないか。平本にはすぐにバレるよ。それは覚悟してる。悪いな、頼むよ。このデータは週刊誌に持っていくよ。で、いくら欲しいんだ。金はいいよ。お前もジムの経営も厳しいんじゃねえの。これすごい金になるよ。そうだな、金額もお前に任せるよ。こうして赤澤選手と平本選手の通話記録のデータは友人の手に渡りました。はい、これ。え、こんなに。俺はこれでも安いと思うけど、ジムの運営にでも当ててくれ。ありがとう。このように赤澤選手は音声データと引き換えに大金を受け取ったのではないかと噂されています。証拠となる音声データは週刊誌に掲載される予定でしたが、2024年8月20日、匿名アカウント復活の日本が X に投稿しました。
注射器に注入して入れるって感じですか。そう、中の水溶液を取って入れる感じかな。このように平本選手と赤澤選手の生々しい通話のやり取りが公開され、格闘技関係者なども SNS で意見を表明する事態となりました。ちょっと、何よこれ。どうしたの。あなたが誰かと電話してる音声データを X にアップしている人がいるって、今友達から連絡が入った。え、誰かって誰。これよ。え、なんで、なんでこの会話が。ステロイド。これは偽物よね。これあなたに似せた誰かの声じゃない。最近は AI とか簡単にこういうことをできちゃうんだよね。ね、レン、違うよね。いや、これは俺の声だ。え、そんな。電話の相手は赤澤さんだ。赤澤幸典さんだ。でも一体なんでこの会話が録音されてんだよ。こうして音声データを聞いた平本夫妻は驚きとともに動揺を隠せない様子でした。二人はすぐに平本選手の父親に相談したそうです。俺はドーピングなんてやってないから。赤澤さんはちょっとヤバいところがある人だけど、今までお世話になってるからはっきり断れなくて話を合わせただけなんだよ。私は蓮を信じよう。しかしつまらないことに巻き込まれてしまったな。そうすると蓮は赤澤にはめられたということだな。そういうこと？本当にひどいやつね。でも何のために。おそらく金か嫉妬だろう。蓮と朝倉の試合で蓮の名前は日本中に轟いた。わざわざ蓮との会話を録音までしているのだから、裏に誰か黒幕がいるやもしれん。絶対許せない。徹底的にどんな手を使っても追い詰めてやる。赤澤さん、どうしちゃったんだよ。ちょっと信じられないな。残念だがこれは事実だ。蓮と赤澤の二人だけの問題ではない。ライジンの運営にも大きな影響が出てくるし、場合によっては対応者が出るような話だ。黙ってはいられない。徹底抗戦するしかない。あの野郎、私たちがどれだけ恐ろしいか思い知らせてやるわ。こうして音声データがネット上に公開されたことを知った平本選手と家族は激高し、赤澤選手と徹底抗戦の姿勢となりました。その間にも世間ではすごいスピードで平本選手のドーピング疑惑が拡散される中、平本選手と昔から親交がある YouTuber の柴田さんが動画をアップしました。あ、平本、ドーピングの音声データが出たな。これはすごいニュースだ。これに乗っかれば一儲けできるぜ。会話の相手は間違いなく赤澤だ。あいつはドーピングを使ってることは有名だから、業界の人間だったらすぐにわかることだ。でもどうするかな。平本の横側に回るか攻撃側に回るか。この件は攻撃側に回ったら俺も命が危ない。横側の人間として動画撮るか。このように柴田さんは平本選手の音声を聞いたところで早速自身のチャンネルに動画をアップしました。あの、平本選手のドーピング疑惑はネットで話題になっています。真偽は僕もわからないんですが、関係者からの情報提供がありました。平本と通話していたのは格闘家の赤澤幸典です。平本の過去の交際相手が関係者を通じて赤澤に金銭を渡してドーピングに関わっているような動画に仕向けたんですよ。このようにこの音声通話記録は平本選手をはめるために、あたかも平本選手がドーピングを行っているように仕向けた音声であることを告発しました。よし、よくできたぞ。これをアップしよう。平本を擁護しておけば平本とそのバックに狙われることもないし、世間の関心度が高いから再生回数も稼げるし、俺ってやっぱり YouTuber の素質あるな。こうして柴田さんがアップした動画の威力も強大で、すぐに拡散。赤澤選手の耳にも柴田さんの動画情報が入ったようです。柴田の野郎、余計なことしやがって。このまま黙っていたら俺だけが悪者になっちゃうじゃねえか。このように赤澤選手が思っているよりも早い段階で平本選手の通話相手が赤澤選手であることが明るみになり、平本選手のドーピングだけに注目を集めたかった赤澤選手の思惑が逸れてしまいました。柴田の YouTube 見た？赤澤が平本をはめようとしてドーピングやってたみたいな動画を作ったって言ってたな。八百長でライジンを追放された柴田が言うことは怪しいけどな。平本がドーピングなんてするわけないだろ。このように柴田さんの YouTube によって
平本選手のドーピング疑惑にファンも大きな衝撃を受けました。ああ、平本さん、大変なことになってますね。そうなんですよ。変なチンピラに巻き込まれましてね。本当に迷惑しているんですよ。そうでしょうね。その赤沢なんですが、ちょっと動いてもらえませんか。いいですよ。いつもお世話になってますから。まずは軽く脅す程度でいいですか。まずはその程度でお願いします。その後は相手の出方次第ですかね。わかりました。すぐに動きますよ。こうして平本選手のお父様は、平本選手を支援するヤクザに赤澤選手への脅迫や攻撃をするよう依頼したのではないかと言われています。 DM かな。え、赤澤、お前あんな通話記録を SNS に流してどうなるか分かってるんだろうな。有名になりたいからって偽造データを作るなんて人間として最低。お前なんか名誉毀損で逮捕されろ。いい度胸してるな。お前の家に毎日行ってやるよ。なんだこれは。大量の脅迫メール。怖い、やばい、どうしよう。あ、郵便が届いてる。ん、差出人の名前がない。匿名、誰から。カッターナイフ、どういう意味だ。このように柴田さんの告発動画がきっかけとなって赤澤選手のスマホには脅迫メールが殺到し、電話や自宅への嫌がらせ行為なども頻発しました。やばいことになってきたぞ。このままでは中途半端な告発で終わってしまう。こうなったら正直に X で告発しよう。正直に話します。平本とスピーカーで話していたのは僕、赤澤です。ですが僕の名前以外は柴田が虚言ばかり拡散している状況に黙っていられず、僕も踏ん切りがついたのでこの投稿をすると決めました。このように柴田さんの YouTube を受け、赤澤選手は事の経緯を X で投稿しました。まず正直に申し上げると、僕もドーピングをしていた情けない過去があります。平本が僕のところに相談をしに来たのは朝倉未来戦の心理的重圧が大きかったことがきっかけでした。僕は心から平本を応援していたこと、また彼のライジンの尿検査で陽性が出ないドーピングの方法を教えてほしいという強い依頼に応える形で今回の件に至りました。このように赤澤選手は平本選手がドーピングに手を染めた経緯について3000文字を超える長文で X に投稿しました。文書だけだと信じてもらえないかもしれないから、レンに送った請求書の控えも一緒にアップしておくか。こうして赤澤選手は立て続けにドーピング疑惑に関する告発投稿を続けました。レン、いよいよ赤澤のやつ正体を現したよ。あれだけレンに世話になっておきながらとんでもない野郎だな。どうしちゃったのかな、赤澤さん。何かあったのかな。レン、これは大変な告発だ。ここで赤澤を叩いておかないと真実が虚言にかっけされてしまう。赤澤を消すしかないな。こうして赤澤選手の投稿は平本選手サイドをさらに怒らせる事態となりました。ん、誰だ、知らない番号だな。はい、もしもし、赤澤か。はい、そうですか。誰ですか。貴様、調子こいてんじゃねえよ。え、誰だよお前。そんな偉そうな口聞いていいのか。いいか、次平本に関係する SNS を発信したらどうなっても知らねえからな。なんだよ。まあよく考えて投稿しろよ。また脅しの電話か。こうして赤澤選手への脅迫が日に日にどう増す中、現在は X の投稿が完全にストップしてしまい、赤澤選手がうつ状態なのではないかと疑われています。ああ、またスマホが鳴ってる。平本さん、赤澤へ十分に脅迫しておきましたから当分奴も動けないでしょう。そうですか、それはよかった。もし次に奴が変な動きをしたら拉致って日本海にでも沈めてやりますよ。それもいいですね。このように現在の赤澤選手は平本選手を支援する半グレーやヤクザなどからの脅迫により SNS の更新を完全にストップ、身の危険を案じ連絡手段を絶って自宅に引きこもっているのではないかと言われています。これまで赤澤って格闘家あんまり知らなかったけど、今回の動画でよくわかったぜ。もともとは平本選手と赤澤選手は一緒にトレーニングするような仲のいい関係だったですね。
ドーピング疑惑について記者会見を開いた平本も赤沢のことは全然悪く言ってなかったようだぜ。むしろ赤沢が誰かに脅されて SNS に投稿したんじゃないかって心配してたよな。そうですね。もし平本選手が心配しているような赤沢選手を脅している別の黒幕があるとすれば、それはもっと恐ろしいことですね。